談版虹色日和。日常に追われる中、あれよあれよと真夏に突入。でもまだ雨が降ればムシムシ感いっぱいですね。体もついていくのがやっとです。夏バテには何が一番いいかという掲示板を立てました。虹色駅前広場中央噴水の横です。いろいろなアイディアお待ちしておりますね。さあもう一つ、ちびっこが我慢大会を毎回汗だくで頑張ります。ちびっこが参加してくれているイベントにぜひ参加してください。帰りにはスイカとかき氷のおもてなし。見ていて楽しい、終わって楽しいイベントです。何かお困りなことはありませんか？お手伝いできることがあるかもしれません。何か心配なこと、不安なことがありますか？あなたの気持ちはみんなの気持ちです。話をするだけで元気になることありますよ。おいしいお茶を一緒に飲みましょう。小さなニュースでも大歓迎です。回覧版虹色日和、編集長テディ・ローズ。Thank you.